髪が綺麗だった。そう、嬉しい。今日もちょっともうあれだけど、もう何もかも終わってあれですけど、綺麗じゃない、染めたてだからかな。みんな美咲の斉藤さん楽しかったって言ってくれて嬉しい。よかった。そう、24はもう発表されてるのか。そう、24のココテンをお休みさせていただくことになりました。なんかやっぱりあのあれからまた病院に行きまして、ちょっとあまり良くないから、ちょっとね、安静にできるものは安静にしようという。感じでした。なので24の公演はいないんですけど、そう、昨日もねちょっとねあまりにも痛すぎてあの一曲だけもうお休みして、だからその一曲だけもう休んで、あとはもう頑張るという勢いで昨日は一曲をあのお休みしたって感じです。すいません。四十肩ではありませんでした。しっかりと、これはなんかまだちょっと何も言わないでおこう。まあとりあえず24はちょっと山下さんは出ないという形ですね。あのそんな中で、あの申し訳ないですけど、あのこのショールームがまたね、また申し訳ないんですけど、バレンタインイベントをやるということでね、それに参加しようかなと思いまして、ちょっとね公演とか出れてない分もあるので配信とかでちょっと補えたらと どんなイベント？でもね、こういうねイベントのきっかけで、あの山下さんも配信しようと思えるんでそれはちょっといいきっかけかなと思います。今回ですね、60万25万ポイントで、お菓子の詰め合わせがもらえるのと、60万ポイント達成したらなんか百貨
百貨店共通券2万円分プレゼントみたいな。こちらをやりたくてですねちょっとおねだりを皆さんにしております。まあでも詰め合わせも美味しそうだし、デパコスセットも欲しいじゃないですか。なので皆さん申し訳ないんですけど、お手伝いしてください。すいません。もうみんながアイア選抜とかシーム選抜とかこうやってる間に、山下さんはちょっとこのバレンタインイベントだけちょっと参加させていただきます。あ、嬉しい。全部達成できますようにって、ぜひお手伝いお願いします。バレンタイン公演はちなみにみんな行くのかな。オラにパワー、はい、私にパワーをください。デパコスパワーを。昨日はラスト目撃者公演、しっかりと目に焼き付きました。ありがとうございます。もう多分絶対出ないんじゃない？あ、山下さんにプレゼントあげるためにキャバクラやめました。あ、いいと思います、キャバクラで一本こんな厚着しちゃいけないからやめとこう。キャバクラやめることはいいことだと思います。いつからですか？今日からです。今日月曜日だもんね。今日から、バレンタインデーまで期間があるそうです。あ、おぱんちゅうさぎのチョコ型、そう、あ、こうじさんくれましたね、送ってくれましたね、届きましたよ。ありがとうございます。これで私のバレンタインは、おパンチに決定いたしました。今もう始まってますね。もう多分始まってるよね。始まってるのかな。始まってるよね。だってキャンペーン期間2月の5日から2月の14って書いてる。ああ、ハッピーバレンタインってつけたらショールーム目立つとこに出るみたい。目立ちたい。え、何、どこに書いたいの。テロップ、あー、これライブタグね。もう初めて、なんだっけ、なんて書いたいんだっけ、忘れちゃった。あ、参加申請、これなんか申請しなくても、いいんじゃない？いつものやつだから。あ、ハッピーバレンタイン。
ピーバレンタイン追加、ライブタグ設定したで、これはバレンタインイベント、バレンタインキャンペーン、バレンタインベ参加中、あーいいね、あーうんーカーチューこれさ、絵文字とか使えんの、ハートやってみようかな、来い、あっキンちゃん今日は雨だからちょっとね、寄り方がちょっと痛いんですよ。え、ラベリンス地味に山下さん決勝まで行ってる。え？本当に？参加人数が少ないとか？じゃない？イベントスタート、応援メンバー選択。わあ、悩みどころですね。二人選択とかできないの？今19位、みんな、それは遊んでるの？立候補者は17人、まあじゃあおしめ、応援メンバーエミーにしとこうかな。今のランキング、あーすごい、え、これ第一ラウンド、最近のやつは何の第一ラウンド、誰が1位なの、レイヤちゃんが1位なの、わあなんかすごい意外な3人、6期生さんたちが、うん、ユナとミシャケ頑張って、本当だ私いる。ああ。私に入れないで3期に入れてあげて。でもさ、あれでしょ？何位までみたいな。あるでしょ？あ、今日発表さ、あーで、イベントは20歳じゃない20日までで、自由に入れたら選抜、なるほどね、うん、なんだっけ、こうやって切って、何したいんだっけ、ガチャか、限定ガチャやんなきゃ、あ、はなちゃんしか出演しませんって、
エミコインいくら持ってんだろう。おお素晴らしいね。ちょっと時間が空いた時にちょっと今日の配信はあまり長めじゃないのでちょっとおしゃべりしたいな。これさちゃんと参加できてるのかなイベント。今日2月5日。あ、熊タワー。待って、あ、つとも北海道さん、ありがくわん。ちょっとなんでここかっていうと、肩が痛いためこの角度となります。今回こうだったか。ありがとうございます。ん、ハート、あ、パンケーキさんありがとう。いない、ありがとうございます。ベントさん返します。わあ嬉しい。はい、無理はせずにしましています。お、東京のスワンさん、ありがくわ。ありがとうございます。シルちゃんさん、そう、60万ポイントでデバコスです。ちょっとまあでも、はい、これで配信のきっかけにもなるのでということですね。はい、ありがとうございます。わっ、栄光さんの配信も終わりました。終わったよね、多分終わっちゃった。好き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 、栄光さんのマジで配信が面白すぎて、もう
最高です。最近マイクラ、マイクラはもうバチバチにやってます。ね、棒のやつマジで面白かった。早かった。もうお、とめまるさんありがくわ、ありがたわ、ありがくわ、ありがとうございます。ああやってね、こう気軽にショールームとゲームがつなげれたらいいんですけどね。アップルビジョンプロ出たけど、何それ？アップルの VR カメラ欲しいと思うって、どんなんやろ。マイクラ以外なんか今ゲーム、またデッドバイデイライトの波が来てますね。なんかさくちゃんたちがやってたゲームとかやってみたいね。やっぱパソコンでしかできないのかな。なんかプレステもまた流行るなんかゲームがあるんだよね。オーバーウォッチ？あ、違う。あ、あれ？あ、オーバーウォッチ。オーバーウォッチ。オーバーウォッチ、そう。なんか、オーバーウォッチだったっけな、多分。なんか。あ、ルセラはオーバーウォッチ、オーバーウォッチかな。じゃあなんかオーバーウォッチとなんか他のプレステもオーバーウォッチやルセラのスキン全部買ったって。あれスキンまでコラボがあるんだ。なるほどね。まだジンさん、はじめまして、はじめまして。この配信は今日はちょっと11時までにさせていただきます。3期でも桃鉄やりたいね。でもあれさ、桃鉄って4人まででしょ多分。5対5対でやらなきゃ。うん、東京は大雪だ。うんうん。雪か。だから福岡は雨降ってるのかな。コンサート終わるまでゲーム配信が、いやそんなことないよ。どこかのタイミングでゲーム配信はしたいと思っております。雪ね、寒いよね。大輔さん、今度えみちゃんのうちは作ります。お、ありがとうございます。お、ゆいさん
3月のおしゃべり会友達連れて行くよ。嬉しい、ありがとうございます。おしゃべり会はあまり完売しておらない、おらずなので、ご新規の方お待ちしてます。飲んだよ酒なわけないじゃん、お水だよ。こういうのにやっぱ入れとくとね、ずっと冷たいから、こういうみたいなやつに入れてる。これなんかタンブラーになるんだっけな、なんかよくわかんないけど、なんかなんかね、肩、今まではあんまり水とか飲まなかったんだけど、なんか最近は水飲むようになったの。なんか水飲まなかったね、枯れそう。最近は枯れないけど、スタバに持って行ったらさ割引になるってさ。え、このさ大きさをさ、この顔ぐらい、トールサイズのちょっとデカめなんだけど、これに例えばまあ頼んだものアイスカフェラテとかさ頼んで、この中に入れてもらうってこと？これ何サイズでの料金になっちゃう？このサイズだとトールサイズですねみたいな感じ？あー、トール、あー確かに、あー、こん中に入れるのね、あー、あり。でもこれストローさせない、あ、ずっと開けとかないといけない。あ、でも別にいいんか、閉めとけばいいんか。今度試してみます。スタバのやつとかが欲しいけど、なんかね、持ってるのはいいかなって思っちゃうね。じゃあランキング読みましょうかね。いきます。13位モエピさん、12位ニョロちゃんさん、11位ドレークス、早く完全回復します、うん、ありがとうございます。皆さん、10位まっちゃんさん、9位まつくんさん、8位かめちゃんさん、7位くさんさん、6位よしひろよしひろさん、5位いおさん、4位とみまるさん、3位つとむ北海道さん、2位東京のスワンさん、1位パンケーキさん、ありがとうございました。急遽だったのに見に来てくれてありがとうございます。明日も多分配信するので、皆さんでぜひバレンタインイベント60万ポイント達成できるように、力を貸してくれると嬉しいです。じゃあおやすみ、バイバイ、さらば、ありがとうございました。